日本埼玉県蓮田市上映は、埼玉県蓮田市の町名。現行行政地名は、上1丁目及び上2丁目。住居表示実施地区。郵便番号は349-0122。埼玉県東部、蓮田市南部に位置する。東側で椿山と緑町に、南側で東と本町に、西側で見沼町に、北側で関山に隣接する。 国道122号ハスダ岩月バイパスが東部を縦貫し南部を埼玉県道311号ハスダコ野ノ線が通る住居表示の実施により成立した町名は通称地名の上町による元荒川河川時期は市街化調整区域に指定されておりそれ以外は市街化区域に指定されている生産緑地地,地区は2丁目に2カ所存在する 住宅地の地価は、2020年1月1日の工事地価によれば、上2丁目3625番後の地点で10万5000円、平方メートルとなっている。2020年9月1日時点の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内の東との境界付近を、宇都宮線が通るが、駅は所在しない。 最寄り駅は道線蓮田駅であり、上2丁目3625番後の地点から約700メートルの位置にある。1980年の時点では、地内に蓮田市役所第2庁舎が所在した。ありがとうございます。